どうもガポニです。今回はザトウマーケットにおけるショートカットルートについてです。それでは早速いきましょう。最初はガチエリアからいきます。エリアにおいては敵陣自陣近くの高台前にあるブロック、これの側面と上を塗ることができまして、敵陣側のブロックであればここから敵陣高台まで入ることができます。その上で左側にある小さなブロックの側面を塗っておきまして、ここに向かってイカロールをすると素早く左側に展開する移動ができるので、状況に合わせて活用してみてもらえればと思います。次はガチヤグラです。ヤグラにおいては第一関門を突破した後のタイミングでヤグラ経由で敵陣高台に移動することができます。第二関門からも移動することができるので、高台に敵がいる場合は積極的に倒すかどかすかしていきたいポイントとなってますね。第三関門においては右の高台に移動することもできます。次はガチホコです。ホコにおいては最初に正面のレールを使って移動することで、ホコまで素早く移動することができます。その上で正面にあるブロックを塗ることで敵陣高台まで移動することができます。さらにそのまま奥の関門を足場に利用すれば、もう一つ奥の高台にも移動ができまして、その上で奥の網も利用すれば敵陣一番奥の高台まで入ってしまうことができます。ただ一人で一気にここまで詰めてもあまり意味はないので、味方と一緒に全体の前線を上げつつ効果的な場面でポジションを奪う意識が必要となってます。ちなみにですが、最初のブロックは背面を塗っておくとイカロールで素早く登ることができたりもします。最後はガチアサリです。アサリにおいては標準ゴールポイントとして正面突破で出っ張り部分から入れる方法があります。ただ正面には敵が潜んでいることが多いので、別ルートも紹介しておくと、まずは右側の高台から登って入れる方法があります。とはいえこっちの高台にも敵がいることが多いので、事前のクリアリングが必要となってます。次に右側から攻めて小さいスロープ経由で狙う方法があります。これは正面に敵が陣取っている時に刺さりやすいルートとなってますね。あとは似た方法として裏まで回ってから狙う方法があります。カーリングボムを持っている武器の場合はスロープ経由よりもこっちの方が入れやすいかと思いますね。左から狙う方法としてはこっちのブロックを使って狙う方法があります。このルートは右寄りに敵が陣取っている時に狙えるルートとなってます。ブロックの塗り状況が良ければこのブロックの上から直接狙うこともできます。それとこれは状況にもよりますが、自陣のレールを使ってこの辺りからゴールに向かってジャンプをするとゴールの枠に登ることができます。登った状態は不安定なので落ちやすいんですけど、なるべく枠側にスティックを倒すように意識すると枠の周りを移動することもできたりします。その上でかなり高さを生かした攻撃もできます。できるんですが、その反面真下の方は攻撃しにくくなるデメリットもあります。なので試すときはあまり押し込まれすぎていない状況で使ってみてもらえればと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。